突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。インパイチャンネル。おはようございます。おはようございます。今日なんですけど、はい、あのいつもね、まあ、この間もバンジー飛んだりとか体が張っていることが多いじゃないですか。っていうのもあって今回も飛んでもらおうかと思ったんですけど、まあ、そろそろね、お肌と体の限界かなと、はいはい、もある。でも今回は癒しをテーマと、なるほど、ちょっとメイク技術の向上を、なるほど、してみようかなと。いつも適当ですからね。だからプロの方にメイクのやり方を教えてもらいつつ、あの日頃疲れた体を癒していただく。なんだ今日はいい企画じゃないですか。ね、ドラマーさんですから、ね、爪も、あ、やっぱりメイクね、メンテしないと。爪か、気にしたことないですね。神回です。いい回ですね。あ、次怖いですね。次いろんなことに向けて今日は、はい、まあ、癒してね、はい、体を整えていただく。わかります。メイクの、ね、向上していただくということで、はい、これからエステの、お、メイク、体のケア、爪のケア、お、もう癒しの一日でございますけど、こんな天気とは裏腹に、ちょっと今日よろしくお願いいたします。お願いいたします。こんにちは。あ、こんにちは。お待ちしてました。お世話になります。どうもよろしくお願いいたします。ドラムのアツシと申します。お願いします。お願いします。はい、お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。今日はお忙しい中ありがとうございました。僕銀杯でドラムをやっています、アツシと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前聞かせていただいてよろしいでしょうか。私はネイル担当のあさみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メイク担当させていただきます、メイクマーケーと申します。よろしくお願いします。じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は癒しということでエステをしていただけるということで今日はよろしくお願いします。で、今日はどんなことをしていただけるんですか。今日はマッサージしながらリンパを流して、はい、お顔残りを柔らかくほぐしていきます。なるほど。悪いところがもう毒素全部出ちゃう感じですよね。ちょっと心当たりいっぱいあるので今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします、はい、始めさせていただきます。じゃあまず洗顔からさせていただきます、はい、化粧水です。うーん、洗顔料塗っていきます、はい、では洗顔塗っていきますね、はい、これ具体的にどういう動きしてるんですか。これはシリコンなんですけど、うん、ええ、このシリコンが内側と外側が違うシリコンがついてるんですよ、うん、で両方とも逆方向に動いてます、なのでお肌をキャッチしてリフトアップの効果がありますね、何のリアクションもない機械は何ですか。これは、うん、顎のラインとかコリが溜まってるんですけど、うん、リンパが詰まってたりとかするんですけど、うん、それをほぐしてくれます。毛穴の汚れもすごい綺麗に落としてくれるんですよ、うん、なのでお顔のトーンが白くなります。2トーンぐらい、めっちゃ明るくなります。キメが細かくですね。毎日やってたら真っ白になっちゃうんですか。多分20歳ぐらいの顔に戻っていくと思うんですよ。そうなんだ。なんかこの機械自体がなんかすごいそんなのあるっていう感じなんですけど、うん、3日に1回やれば、うん、3日間老化を止めてくれます。もう16歳から老化って始まるので水分しっかり入れてここに、うん、
入れてケアをすれば、と目元のクリームとかあるじゃないですか、ああいうのとか。こんだけのものをこう塗らないといけない顔のその必要なものってあるんですね、きっとね、これね。そうですね、もうとにかくあの洗顔をしっかりやって、うん、化粧水は、うん、いつもあれですか、ボトルとかに入ってる化粧水そうをちょんちょんって手に出して、ね、何回やってます？1回それを、はい、ちょんちょんって出したやつを7回ぐらいやって、はい、ちょうど水分足りるかなぐらい、もっとやってもいいぐらいです、水分は。割と塗るときぬるぬるになるじゃないですか。はい、夏はさらっとしたやつでもいいかもしれないですね。 YouTube でも見たことあるんですけど、ね、60曲あ、はいはい、やり続けるみたいな。ね、あれ普通ないじゃないですか。そうですね、あんな体力続くんですか、あれ。フルマラソンです。本当ですよ、ね、ライブってすごい体力使うじゃないですか。そうですね、そのために何かやってることってあるんですか。やってることですか。はい、そうですね、プラモデル作ってますかね。え何ですか、プラモデルって。いやいや、なんか体力にそんな関係あるんですか。集中力。ああ。じゃあ顔のエステ終了しました。はい、ありがとうございます。はい、私のマッサージ。はい。マスキーした。足のセリフ始めます。はい、お願いします。マスプレーしていきますね。ジェル塗っていきます。うん、ちょっと冷たいかもしれないです。もしやっぱ足軽くなったりするんですかね。そうですね、この足首から膝の裏って自分であんまりこうマッサージしてリンパがきれいに流すことって難しいので、うん、すごい足軽くなったって変えられるお客様多いですね。だいぶの前にやりたいですね。あ、いいですね、みんなの足軽くしたいですよ ね。その塗ってるものはこう肌にいいやつ？ボディジェルですね、はちみつとかも使ってるボディジェルです。あ、気持ちいいですね。足も男の人多いんですか、やるの？足は、そうですね、大体女性が多いんですけど、うん、男性は20代とか30代の方いらっしゃいますね。なんか上とか。そうですね、上に持っていって老廃物を上に持っていって鼠径部からあの水分たくさん取っておしっこで流してほしいです。あ、水とか結構飲むんですけどね。どのくらい飲まれますか。前朝コップ4杯飲んでましたね。したらなんか逆になんか調子悪かったんですよねだから半分に減らして。セルライトは取っとこう。マジで痛い。
セルライトはいいよ。いやーマジでちょっと熱っ。いやーすっげえな、何これ。こういうこと、今日こういうこと。いやそう、そこ行って。割とありますよ。うわー、全然マジで。いや、僕の刺しなんでいいです、それ。刺し、刺し。大丈夫だか、大丈夫だか。これがエステなんだね。そうですね、痛気持ちいいっていうか。これ、女性は痛くないですか。まあ、痛いっていう方もいらっしゃるけど、みんな痛気持ちいいって感じですね。今のそんな感じに見えません、俺。ちょっとわかんない。ちょっとごめんなさい、私もちょっと理解できなかったんですけど。今ちょっと映像がそこまで撮れてなかった。ちょっとごめんなさい。ちょっと私ももうちょっとあの喜んでほしいです。あー、痛気持ちいい。痛気持ちいい。あー、痛気持ちいい。痛気持ちいい。痛気持ちいい。こっち大丈夫ですか。いや、大丈夫かな。そしたらこっち行きますか。あれ、だって、あれ、片方で終わんないんだよ。じゃあその、施術的に、そうです、バランスだけ考えていただいて。こい、はい。やだ、いや、どうやってる。あー、痛い。なんでやんないって言ったじゃん。やんないって言ったじゃん。痛いよ。あ、痛い気持ちいいですか。はい、痛い気持ちいいです。何このプレー。絶対動きになってるよね、これ。痛い。痛い。痛いよ。あー、あー、痛い。そういうこと？そうですね。何ですか？やった感じどうですか？いや、最高。嘘くせ。お前サバゲー。